物と出会うとは。マシュリー様をお守りしろ。一体何の騒ぎだ。魔物どもが現れました。ですがご心配には及びません。すぐに排除いたします。ちょうど外の空気を吸いたいと思っていたところだ。わらわに任せよ。ホルントの国境付近にて賊に襲われている旅団ありとのこと。賊だと。父上、俺が。いや、わしが行く。なぜです。俺では務まらないとでも。こう焦るな。こうなど欲しておりません。理由をお聞かせください。時期にわかる。父上はいつもそうおっしゃる。時期にとは一体。時期にだ。それ以上答える必要はない。剣の腕は鍛錬ではなく実践でこそ磨かれる。父上のお言葉です。その通りだ。でしたらディオニスの血は絶やさぬ。たとえ神を敵に回そうとも。今言えるのはそれだけだ。モントよ、支度をせよ。お前の部隊早急を手配しろ。エレナ、留守を頼む。承知いたしました。どうかお気をつけて。キトン、誤った真似をせぬようシュテルを見張っておけ。ギョイ。なぜこの俺をお認めにならんのだ。所詮は第二王子か。you
程度で喜ぶな。お前は先を急ぐぞ。へえ、さすがじゃないのモント様。隙のない采配だったよ。そんなこと。モント様、あまり自分のこと卑下しない方が。でももっと自信を持つべきです。僕は自信を。モント様は確実に強くなってる。それに気づいてないだけですもん。きっと才能なんだろうね。そんな才能という言葉はシュテルに嘘ふさわしい。正反対にも見えるけど、やっぱり双子なんだろうね。モント様とシュテル様はとってもよく似てる。僕がシュテルに似てる？そんな、まさか。私はセジモウソも言わないよ。でしょ？それは分かってる。でもそんなこと初めて言われたよ。シュテルに追いつき父上のお役に立てる時が来るのだろうか。ええ、必ずこのリリシュが保証しますって。どうした？
雨か。